日本列島は東アジアに位置し北海道から沖縄まで長い島々からなります。日本の国土のほとんどは島で構成されており人口も密集しています。日本列島は東北地方、関東地方、中部地方、近畿地方、中国地方、四国地方、九州地方に分けられます。 日本は島国であるため自然はとても豊かです高です日本列島は東アジアに位置する島々から構成されています日本列島は本州四国九州の3つの大島とそれぞれに続く小島からなる複雑な地形を持っています日本列島は北海道から本州南部まで 東西に約 3,000km 南北に約 1,100km にわたって広がっています日本列島は東アジアに位置し北海道から沖縄まで広がっています面積は37万平方 km で人口は1億2,000万人です日本は世界で最も人口密集した国の一つです 日本列島は主に3つの島から構成されています北海道は最大の島で東北地方と関東地方は2番目に大きい島です日本列島は山岳地帯が多く平野は少ないため人口は集中しています